私は今シュージャーホイにいます。ルーバンルーからシュージャーホイまでさっき歩いてきたんですけども、先にその動画をアップしてます。そして今からここからですね、中山公園まで行きたいと思います。ちょっと雨が結構止んできたので自転車で行こうかなと思ってます。ちょっとお待ちくださいね。自転車用のジーフバーを立ち上げてですね、これをで大丈夫、はい、雨が止んでるんで大丈夫でしょう。この自転車なんかでも調子悪そうや、若干でも雨降ってるな。頑固いですね。ちょっと待ってくださいね。ポケットに入れてるスマホが落ちそうだったんでカバンの中に入れました。この車やめてほしいな、ここ止まるの。ああそうか、ここ病院があるからですね。一応ここは自転車が走る道ですね。これ自転車のマークを書いてます、ファーシャンルーですね。これはカルフールで電球を買おうと思ってます。この辺他にもカルフールあんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、中山公園にはあるのでちょっと行ってみようかなと思ってます。暑かったからさっきダウン脱いでカバンに入れたんですけど、自転車乗るとこう風でちょっと寒いですね。この車ニオですね。昨日もなんか歩いてて思ったんですけど、1日に5、6台ニオの車見ますね。あ、気にしてるから見るだけで、気にしてなかったら 見ないんですかね。あそこ交通ダウですね、ジャートンダーシュ。何回か来たことありますね。HSK の試験使ったかな。あと、あそこにあるビルに昔中国語を勉強しに来てました。今はまあ全然違うところに行ってるんですけど、まあやってるレベルは今と昔とあんまり変わってない。あ、そうでもないか。一応基礎は私分かってるはずなんですけどね。なんかこの間でも中国語を勉強するアプリでスーパーチャイニーズとかっていうアプリがあって、でそのアプリをインストールしたら、まずテストレベル分かるためにテストしましょうってやったんですけど、レベル1級以下ですって出てきましたね。1級以下って相当悪いと思うんですけど。いやでも結構分かってちゃんと質問に答えたつもりなんですけど、
いっぱい駐車してるこの車たちは何なんですかね。めっちゃ邪魔なんですけど、二重に止まってますよ。なんでここにそんな止まる必要があるんですか。なんか事故かなんかあるんですか。ここ子供の送り迎えかな。なんかめっちゃ人いますね。犬が走ってますわ。はいはい、シールです。パンに売るから一回行けるんでしたっけ。あんまりよくわかんないですけど、この前行きましたっけ。夕方歩きましたね。この道は、あ、一方通行じゃないか。ちょっとこの後行事もあるんで、ちょうど中山公園のカルフールで買い物してちょうどいいぐらいですね。今日は日曜日ですね。2月28日です。今天是今天2012年 Are you a super how。 大概10点半左右、だいたい10時半ぐらいですかね。今はから行ってみましょうか。ここパンユールですね。あ、またあれニオですね。お、その次もこれもニオですね。まあ、結構ニオの車上海で見るんですよね。ではこの先にあれツタヤありますね。この黒いのは、あ、これもニオですね。バンバン走ってますね。これは違うあれですね。上海の会社ですね。こっちはテスラ、これモデル3ですね。もう私別に車に興味はないんですけど、去年本当車の会社の株価がすごい上がったんで、どうなのかなと思って見てます。ただ本当にああいうのって初期段階で買っとかないと高値掴みされて
させられて、まあ悲惨な目になりますね。なので私はもう近づかないようにしてます。よくわかんないので。テスラとかもあれ今高値から 20% ぐらい下げてますよね。 20% 下げた、ショックですよね。買っていきなり、まあ損切りライン決めて 10% 下げたらもうすぐ投げ売るっていう風に決めとくわですよね。先週のアメリカの株下がった時すごいみんな投げ売ってましたよね。ダダダダダダって下がって、その後まだ急に戻してましたけど、あれそこで慌てて売ったら本当ショックですよね。私もちょっと一個だけやばいと思ったのがあったんで投げましたけどね。特にアークの ETF はちょっとやばいかなと思って。あれいつの間にかあのツタヤに行くところを通り過ぎてましたね。私ちょっと戻りましょうか。ツタヤの中通って行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね、難しいな。確かこの辺からなんかツタヤのあそこのコロンビアサークルに入る道があるんですけど、ここなんです。あーでも今日なんか閉まってますね。コロナがあるから入り口を決めてるんですかね。閉まってます。あ無理ですね。あじゃあこっちから行くしかないですね。原案シールさっき来たバイクの1台目はニューでしたね。ニューは電動自転車の会社ですね。電動バイクか。これめっちゃ青なんですけどね、今この車いきなり来だしてこれ私悪くないですよね。
そもそもここ自転車で走っていいのかっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとぐらい走っていいんでしょうね。道がガタガタでした。これでかい水たまり。もうそろそろコロンビアサークルのこっちの入り口があると思うんですけど、ね、行き過ぎてることないですよね。間違って通り過ぎたのかな。もし通り過ぎてたらすいません、ツタヤに行くのやめます。なんか通り過ぎたっぽいな。あれ通り過ぎてましたね。ちょっと伝え行くのまた今度にします。すいません。あれこれ中山公園行くのもちょっと面倒くさくなりそうですね。まあ伝え今日行っても入れるかどうか分かんないですからね。なんかアプリで予約しないといけないんで。あれ完全に通り過ぎてしまいました。スタヤにはちょっと行けないです。すみません、また今度行きますということで、中山公園にはちょっと行きましょう。多分こっちから行けると思うんですけどね、渡らないといけないですよね。あれでもいつの間に通り過ぎたんでしょうね。なんかみんなどんどん渡っていきますけどね。多分ここ行ったら中山公園行けると思うんですよね、方向的には。結構あのビルが見えてるんで、こっちの方向行けば。なんか作るんですね、また。
こっちから行けんのかな、ちょっと分かんないけど行ってみます。どうしよう、ここ、ああもうすぐですね。この先をここを右に曲がると。中山公園の方に行きます。地下鉄の4号線です。目の前にカルフーコが見えてます。このまま真っすぐ行けば、これ買い物して午後の行事にちょうどいいぐらいですね。いや雨が止んできてよかったです。まあこれ自転車だと楽ですね。歩くと結構ありますよこの距離。止めましょうか。もう空いてるところがないですね、これ止める場所が。このビルの下ですね、カルフーがあるの。チャンニンルは中山公園の駅ですね。
クラウドナインモールっていうんですか、15周年ですか。15年、ちょうど私が上海に来た頃に、じゃあこの中山公園でできここのショッピングモールできたんですね。あんまり知らなかったですね、昔は来たことなかったですよね。これまだ QR コード見せないといけないですね。カルフールは確か下なんですよね。下に降りないといけないんですよね。あれ、今年どっから下降りるんでしょう。すごいな、気抜け。こっちですね、カールフール。なんかもうこれフランスの資本は抜けたみたいですね。あんまりうまくいかなくて。まあそうですよね、あのアリババのハーマーの方が絶対いいですよね。まあ言及仕方ないでこっちで買いますけどね。売ってるんかな、でも言及。自動レジはいいっすよね。体温を測らないといけないですね。電球売り場売ってんのかな、なんかでも、あ、そっか、向こうの方なんか電気製品売ってたから、こんなとこに電球置いてないですもんね。あれ、ないな、でも電球どこ行っても置いてないですよ。ニトリもなかったんで。電球売っても儲からないからですかね。ないっすね。こんなお菓子置いてるとこに電球なんて置いてないですよね。あれ？でもなんかコロナの時電気ストーブ置いてるのを見て、電気ストーブがすごい値段上がってたんですよね。どこ行っても売り切れで、エアコンが使えないからって言って、その時カルフールで電気ストーブ売ってるわって見たんですけど、売ってるけど売り切れだっていうのでないですね。こんなお菓子とかじゃないですもんね。パン売ってるけど、あんま美味しなさそうなパンですね、これ。
あれないですねこれ。この端っこの方が電気製品売り場だったんですけどね、売るのやめたんだ。あ、でもそういえば向こうになんか電気屋も1個ありますね。電気屋に行ったらありそうですね。ヨンラーの電気屋があるんで、これあ、それかカルフールもう一個下にもあるんですか。こっちもカルフールどうなんでしょう。下にもあるんですって。あ、下にもありますね。こっちの下の方がもしかしたら電気製品とかあるかもしれないですね。QR コード毎回やらないといけない。多分こっちですね。ここに置いてると思うんですよ。電球って中国語でなんて言うんでしたっけ。私知らないっすね。すごい、あの経済とか金融の翻訳とか勉強してるのに電球すら知らないっていう。大丈夫かなそれで。どうしようかな。いいっす電球。あの辺かな。ありましたね、この辺ですね。ちょっとこれ写真で撮ったやつを。こういうやつなんですよね。まああるけど何が違うのかな。多分これ一緒ですよね。これでもいけんの。なんかこれ LED ですごい白いみたいですね。私白いのが欲しいのでいけそうですよね。 LED のこれにします。なんか白い方がいいんですよね。電球久しぶりに買いますね。昔なんかしょっちゅう切れてよく買いに来てたんですけど、最近あんまり切れないですよね。なんでなんですかね。電力が安定してるのか。LED だと多分長持ちするんですよね。あんまりこういう、わかんないですけど。無人レジで払いましょう。
支払い成功。これは楽ですね。並ばずに済むんで。これでもカバンに物を入れましょう。昼ご飯どうしようかっていうのは考えないといけないけど、まだあんまお腹空いてないですけどね。とりあえず炭水化物を糖質はやめておきましょう。無印のここいいんですけどね、なんかその時によってメニューが無印カフェ。おお、なんかカレーあるんですね。結構こう炭水化物系のがあれですね。これいちごの美味しそうですけどね、こんなの飲んでる場合じゃないです。夜にバニラコーラ飲むからちょっと控えときましょう。あれ、ここ地下からなんか向こう繋がってないのかな。地下いっぱい行かないと、あ、こっちから行けそうですね。地下鉄で向こうの地下に。まあ電球多分あれ大丈夫ですよね。家帰ってつけて違う方はショックです。多分つくと思うんですよ。ああいう知識がない。このくるみ19元。ああでもなんかこれ砂糖でなんか甘くやってるやつですよ。それはいらないですよね。普通のくるみが欲しい。この間前に買ったやつももうすぐ食べ終わるんで、今くるみの時期に買っとかないと多分なくなりますよね、これ夏になると。ここ駅ですね、中山公園。作ろう。あ、そうか、今日夜はカレー作るつもりですね、一応。あ、そうか、でも今日待ち合わせがあるから昼ご飯後で食べようか、一緒に。そうですね、今食べたら食べれなくなります。まだ時間はあるけど、地下道ですね。声音不外放，车厢不空虚，既暖气和温，均衡带动上方空气压力。ちょっとこの上のスタバで時間つぶして。それで午後の予定を進めたいと思います。確かここにスタバがあるはずなんですよね。 ありましたね。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、こんな感じですね。中山公園雨が止んでますね。はい、ではここで終わりたいと思います。静止座じゃあ最近
南京東路の道のところでですね、今、動画撮って。